頑張ろうと思ってて、今日何人目指しましょうかね。ああ、熱いにいっちゃった。熱いよ、ありがとうね。今日はファンをじゃあ300人。300人を目指して頑張ろうかな。なので皆さん、リトボでも多いもんね。あ、チューありがとう。あ、リトボありがとう。ソウルゲットさん、ありがとうね。そう、頑張ります。いひひ、くしゅたん。なにかな。そう、今回の例のオーディションはですね、あ、ちゅーありがとう。もちろん例のモデルになりたいのは山々なのですけれども、ファンの皆さんを増やしていきたいっていうのが一番ですので。あ、ありがとう、ありがとうございます。あばちゃんありがとう。そうなのでね、昨日からこのリトポルの応援を皆さんにちょっとお願いしてるんですけど、なんと昨日は300、400人ぐらい増えることができたので、そう、すごくすごく嬉しかったので、あ、だったら今日2500人いけるかな。2500人いけるかな。ちょっと夢を大きく。ありとこ、ありがとう。ドリーさん、ありがとう。そう、一日でそんなにすごいね。一日で結構本当にたくさん増えたので、いけそうな気もする。頑張ろうかな。今日は初めて深夜の1時まで放送ができるということで、目標は早速ファンを2500円にするっていきたいと思います。一緒に今日も楽しい放送にしていきましょう。あー、リトコ本当にいっぱいありがとうね。リオさん、ありがとう、ありがとうございます。うん、そう、年越し配信、確かに年越し配信とか誕生日の年越し、誕生日の年越しってなんだって感じだけど、あの誕生日年越し配信はやったことあって、それ以外のね、普通のなんていうの、ノーマルな日の年越しはずなので、ドキドキ。あー、リトコありがとう。ケンイチさん、ありがとうございます。そう、そう、今日は金曜日なので、皆さんは明日休みかな。そうだったら、ぜひぜひ最後まで見てください。深夜までなんて大人ね、本当に許される、大人だから許される配信。リトポありがとうね。おばちゃん、ありがとうございます。あー、明日休み、よかった。仕事だけど関係ない。強気、強気だぜ。うん、仕事ですけど見るよ。あれ意外と仕事多いけど。見てください。うん、そう、じゃあ大人だよ。こんな共通インテルしてるけど、ギャップ萌えでしょ。使い方合ってるかも、ギャップ萌えの。明日は
9時55分で寝る。いいね。1時に終わって1時半ぐらいに寝たとしても結構寝れる。あ、いとこありがとうね。のりしおさんありがとう。そう、ちんって髪可愛すぎまくってるし。ありがとう。かな。フリフリ。うん、すごいコメント欄でみんながこう「ゆとぽありがとう」っていうのを言ってるのとてもいいね。なんか団結力。そう、あ、 BGM 本当忘れてる。いつも BGM に止まっちゃうんだよこれ。永遠にループしてほしい。ありとぽありがとう。レブンさんありがとうございます。似合ってるので。本当似合ってる。まだまだツインテールアイドルでいけますか。そう、ニヒンがひなちゃんもツインテール似合っててた。嬉しい。じゃあメンバーが言うならね。信じようかな。チュありがとう。リトコありがとう。おばちゃんありがとうございます。うんうん。そう、リトコももちろん美味しいのですけど、あのここにあるですね、ツイッターでのシェアがまだの方はね、ぜひぜひツイッターでシェアしてください。なんかって最強ツインテールのリメイから確かにこれね。あの最強ツインテールの衣装をさ、チャートリ公演とかでみんなで着たいんだけど。終電ちゃんは楽しみ。そうなんよ、今日そうちょうど1時から終電ちゃん、まあ地域によっては2時からではあるんですけど、あるので終電ちゃんまでの時間ね、みくちゃん見てくれたらいいなと思います。すけさんいとこありがとう。ありがとうね、皆さん、リトコ。そう、あのチェックの衣装。かわいい。いろんな色のチェックがある衣装。ヘビとか苦手なのに。そうなの。あ、リトコ、ありがとう。パパさん。ありがとうございます。動物触れ合いコーナーみたいなのを前回の終電で放送されたと思うんですけど、あの結構ねモフモフしてる動物は大体いけるけど、なんかモフモフしてない生き物はちょっと苦手です。すごい嫌だった。あー見れない見れないってなって、ちょっとリトポありがとう。ハンシさんありがとう。ちょくちょくさ、あのみんなのアイコンが私の前々回かなの放送で描いたなんかイラストになってるの面白い。Twitter とか見ててもなんかみんなアイコン変わっとった。うん、なってるね、なってるよ。足がないのに進む理由がわからんかった。怖い、確かに。え、
ひなも考えたことなかった、そこまでヘビについて。なんで進むんだろう。リトパありがとう、おばちゃんありがとう。確かに気になってきた。誰か知らないこの中にヘビに詳しい人はいますか。しかも結構早いね、めっちゃ早いよね。ヒナ見たことあるん、野生のヘビ野生のヘビ見たことあるけど、もうやばい、結構早いよ。あ、瀬戸市さん、リトポありがとう。確かに。この前ミシネホースかと思ったらヘビだった。わ、同じ。そう、ひなも小学生の頃こう帰ってて、わ、何あれ、ホースかなと思ったんや最初は。なんかホースが落ちとるなと思ったら、なんか川ね、川に顔の中になんかホースが映ってるんかなと思ったら、なんかヘビだったへえ、そんなことあると思って。でも結構離れてたから、その川から。小さいからよくヘビ捕まえてた。やばい、噛まれたらどうするんや。顔の中のホースによく気づいた。なんかすごいね、こううにょうにょうにょうってなってて、まあなんなのあれ、ホースかな感じでこう覗き込んだ。なんか橋の上におってあ、リオさん、リトポありがとう。橋によって、そう、下に川がこう流れてる感じなんだけど、そう、そんなに高くない。橋、なんか橋と川の距離が高くなくて。そう。あ、なのはあれ、なんか紐コースみたいな。ちょっとじーってよく見て、なんかこう頭を巡らせたら、あ、ヘビじゃねって思ってわーってなった。キータン、リトコありがとう。そう、あともう一個は帰り道だね、これは。小学生の頃帰り道で、田んぼ道をさ、結構田んぼ道をね、結構歩くんだけど、帰り道チュッ、ありがとう。こっちが田んぼで、こっちも田んぼね、みたいな。あー、リトコー、ありがとうね。瀬戸京太郎さん、ありがとうございます。そう、こっちもこっちも田んぼね、みたいな。その間の道を渡って、みたいな、家に着くみたいな。あとおすすめ家に着くって感じだったんだけど、なんか近所の子がいて、そう、近所の子と多分途中で会ったんだ、途中で会って一緒に帰ってたんよ。そう、そしたらなんか分からんけど、あ、キラキラありがとう、ちょ、ありがとう。なんかよく分からんけど、蛇の話しとったよありがとう。そう、なんかヘビとか怖いよねみたいな、いそうだよねみたいな感じでしてたよそしたらね、 いつも出んのよヘビなんて。出たんよ、その話をしとるときにヘビが田んぼ道にヘビ出て、
その友達を置いて帰ってしまったんや。ひなを走り去って逃げて、急いで出して帰ったけん、あともうちょっとで、ほんとあともうちょっとで家やったんや。そう、もう走り去ってから私友達を置いて走り去ったんや。私はうん、そう、びっくりしすぎて、え、本当にいつも出ないよ。その1回しか本当に見てない、その田んぼ道で、そのヘビは本当にいつも出んのに、そのヘビが出たら怖いよねみたいな話してる時に初めてそのヘビに会って、もう一生その道でヘビの話はしなかった。うん、出たんだよねとかいう話をしたら絶対また出てしまうと思って、もうその道では出たって言わなかった、歩いてる時でも私は毎回その出たところを撮るたびに思い出してた、心の中で何しようさん、見とこう、ありがとう。ヘビの話すると出る、そう、ヘビの話すると出るんだって、その時は私すごいもうビビってたから、おじいちゃんが森でヘビを半分に切って捨ててた怖っ、おじいちゃん怖いですね強すぎる、うん、私ももう2回も出会いました、そんなめちゃヘビそんのるやん、君の町にはヘビがいっぱい住んでるな、きっと。うん、ワイナだ、ひなちゃん来たよー、こんばんは、うんうんうん、ヘビ美味しいらしいよ、なんかあれで見たことある、なんだっけあの番組えとこありがとうね、ソウルメイトさんありがとう、あの珍獣ハンターだ、珍獣ハンターで見たことある、あ違うかな、番組名違う気がしてきた、あ、イッテQさんそれが痛かった、イッテQでなんかヘビ食べてるの見て、あーってなった思い出が、そう見れないんだけど、テレビ越しでもね、ヘビ嫌いだから見れないんだけど、本店ドアと坂道グループ行こう、ひかりさん、リトコありがとう。そう、その時はなぜか見てしまって、頭の中に焼き付いてる。トラウマ。ね、妹さんいろんなもの食べてたな。ね、すごいよね。本当に興味本位でも食べれない、リトコありがとう、おまちゃんありがとう、リトコうんうんうん、デキューよく見てたの、晩ご飯終わった時間ぐらいに見てたとことある、美味しかった、ゲテモノ食べたことない、多分食べれない虫とか苦手ないよね、あーリトコありがとう、ラキーボカホテータの坂道グループイコールキレイさん
ラキボ、ありがとう。普通に美味しかった。番組で食べる機会がまだない。うん、まだないね。食べてるのを見たことはあるけど、ないね。カブトムシとかは苦手。トムシもダメだね、もう、うん、なんか、うん、なんかこう、なんて言うんだろう、こう、可愛らしさがゼロのものがやっぱちょっと苦手かもしれない。サソリ、サソリって食べれるんだっけ？子供の頃カブトムシ飼ってたわ。あのね、あ、チューありがとう。そう、ヒヤマ苦手だったんだけど、お兄ちゃんが虫キングがすごい好きでカブトムシ飼ってた時代があって、ヒヤマいつも見て見ぬふりをして過ごしてた。なんか幼虫から幼虫からなんか飼ってた。今めっちゃ見て見ぬふりをして過ごしてたもん、その飼ってる期間。うん、本当に。あ、キラキラありがとう。虫金融、虫金融になっちゃった。虫キングに影響されまくった。お兄さん、あの何匹か飼ってた。やっぱみんな虫キングにハマっている人は飼ったことあるのかな。ド偏見。うん。あら、どうもありがとう、ドリンさん。ありがとうね。可愛くないよ。虫はちょっと可愛くない。うん。虫の可愛さわからん。モフの動物がやっぱ可愛いな。ファン増えてる。お、216。すごい。すごい。めっちゃ、まだ全然やってないのに。いとこもありがとう。おばさんありがとう。いっぱいみんなやりとこくれるか。ありがとう。まだ30分しか経ってない。いっぱいありがとうございます。クシちゃんも走っております。ありがとうだし。おふもふならタイプードルが好き？いや、そうだよ。私は犬種の中で一番好きなのは何かずっと考えてた。クシュさん、
んかティーカッププードル結構好きだなと思って飼いたいなと思ってたんだけど、あの結局ポメラニアン。おお大ジャンプしおる。あっ、ホテルの坂道グループ1個目、ひがりさん、どうもありがとう。え、そう、マグカップに入ってるやつめっちゃ可愛いよ、ティーカッププードル。みんな見てほしい、検索してちょっと。めっちゃ可愛い、買いたーと思ってたんだけど、結局ね、あの白いポメラニアンちゃんを買いたい。お尻がプリプリのポメラニアンちゃんを買いたいってなってる。あれはたまらん、たまらん、たまらんよ。お友達会でうちのお犬さんを登場させます。嬉しい。いっぱい登場させてくれ。デフォでいるよみたいな感じでもいい。癒される。自分はコーギー飼いたい。コーギーかわいい。うん、わかる。頭がいいんだっけ、コーギーって。なんか頭がいいみたいなの、なんかちょっと 見たことがあるような気がする。結局はシバ。シバもね、こうなんかやっぱ日本のお犬さんだから、なんかこう和な感じっていうか、かわいいよね。うちのハムケツもなかなかのもんやで。ハムちゃんはもう本当にお尻かわいいよね。もうハムちゃんのお尻大好き。うん、ワイはトトロがいいな。あのトトロ大きすぎて買うってなったらね、ちょっとうん、大きお家じゃないと買えないね。ひなはトトロの白いやつが一番好き。白いチビが一番可愛いと思った。でもあいつも大きくなってトトロになってしまうのかと思ったら買えない。お家壊れる。小さいやつかわいすぎる。コトトロ、コトロ、ココトトコトトロが言いにくい。うん、トトロってどれくらい大きいんやろ。クロクロスケしか勝たん。クロクロスケ、もうあのシーンが思い浮かぶ。いつはあのブシュッて言ったらブワッハハハって出てくるシーンが衝撃的すぎる。あれ怖い。あれ初めて見た時怖かったな。大トロ中大トトロ中トトロ小トトロ全部美味しそうやん。そう、トトロの可愛いとこといえばもう絶対にこうやって葉っぱの傘差し取ってから、その葉っぱの傘から水が鼻にポンつくところが可愛い。あざとい、あそこのシーン。卵かけご飯。ミックさん、ありがとう。
章から第7話まで1000年以上かかる。そうなの？ああクシャコトトロに似てるよ。コトトロビデザイン、はい、ああビデザイン、いずれは大クッション。でも大クッションになったの好き。うん。千年生きないといけない。ひなちゃん。本物のも本物のウサギだよ。実在しているウサギだよ。あまりの可愛さに人形、人形じゃない。ね、ぬいさんかと思ったか。まあ確かにぬいさんに見える。セナさん、リトボーありがとう。ジブリの話してるとジブリ見たくなるよ。あれ？お水が、お水が流せない。ラメが剥がせないぞ。よし。猫バスもふもふ、確かに猫バスも可愛いよね。猫を寝ちゃった。ちょ、ありがとう。ジブリをテレビで見ると連休感、確かに。てか今日金曜日だ。今日の金曜日ロンドショーは何だったんだろう。猫バス可愛いけど家に入らん。猫バスはね、駐車場にね、駐車場に飼ってたらいいよ。うん。お散歩が大変。ショーシャンクの空にかな、え、知らない、なんだ、見たことないだ。うんうんうん、ショーシャンクの空、おお、みんな知ってる、見たことある、洋画名作やで。そうなん、気になる。ああ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 あ、うん、そんなに走って、すごいね、うん、うん、もういい子されたに。金曜日の9時からミュージックステーションが金曜ロードショーの2択で、めっちゃわかる、めっちゃわかるなぁ。しかもミュージックステーションの前の
あのクレヨンしんちゃんからドラえもんからっていうあのそのイメージがすごいある全部見るみたいな、その流れ全部見るぜみたいな。今金曜ロボット出場者クエストリクエスト何見たいんだみんな。ドラえもん見るんや、ドラえもん見るよね。かわいい。そう、MC の時間変わったんだよね。そうだよね。リトポン、ありがとう。おばさん、ありがとう。トゥーザフューチャーいいね、どれも。映画はテレビで見るのもいいよね。映画館じゃなくて、よいしょ。そもそも充電入れとけばよかったな。まあいいや。充電。ギリギリ、ギリギリっていう変な発音になった。ギリギリ、まだいけるはず。と思っておりまして、昨日はね、他のアーティストさんが歌えるようになったから、他のアーティストさんの曲をいっぱい歌ってたんですけど、めっちゃなんかクッションの毛が鼻についてる、絶対に。あ、取れた。何から歌おうかな。うんうん、ちょっとみんなのコメント欄を見ようかな。一曲目何かドキドキ？何にしようかな。なるほどなるほど。うん、なるほどね。あれ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 、うん、あったー。ちょっとひなもこの確認いたします。Good.
って踊ったことないよね。アイトボーありがとうございます。アマさんありがとう。やがてそれ以上に自分失った高層ビルを目指してきたのに道に迷う。やったなぁ。こんにちは。めぐりあって燃えがあって灰になってしまいたい。運命の糸引き寄せられた一瞬のスリル。全力で走ってた時店から出てきた人とぶつかって一気に落とし別なバーターに落ち初めて歌う人になっちゃった。そんなあるわけないドラマティックなこと驚くI'm not your soul, you're in all things, I'm in all things
する。団長がごちゃごちゃになってしまう一瞬の狂気、冷静でいたら愛せばしないわ。衝動だけでも長続きしない。
ゃ離婚じゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、相思相愛も奇跡に近いのかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでも何の空白もない。綺麗な夕焼けに悪態つこう、そんな音を叩く小さな幸せでいい。恋が顔なくても恋してたい。2番、いつぶりに聞いたと思った2番。お、いとこありがとう。つけさんありがとう。ブリッジブリッジ、どの笑顔を見るだけで胸の奥が苦しくなる。同じ人好きになった親友を受けだけできない。差し出され手のひらを先に掴んだら、何が大事なものを失うでしょう。 Which is this? 時は取り替えられない。順番をつけたくないの。あなたの彼を愛してる。感情は巻き合えない。何も二人を見守ろうか、どっちつかず。運命とは残酷で望んでないチョイスばかり。なぜここで出会ったのか、鏡様を恨みたくなる。私たちの関係が壊れてしまうな。何もなかったように諦めさせ。 Which is this? どっちをとっても幸せ。もう元に戻れなくなる。誰かを悲しませたくない。私だけ泣けばいいんだ。いつもと変わらずこのまま接したい。
ずっと楽しみにしていたのに、がかりして立ち直れない気分だし、ここで引っ越したい。ガハンガハンガハン、風を聞いたみたい。だからもっと優しくして、ガハンガハンガハン、熱もちょっとあるわ。おでこそっと触ってみて、心配できた。お、呼ばない？呼んだよ、気になかった。おお、クシャンが来た。クシャの歌だったね。呼んだよ。クシャ。クシャクシャ。おー、落とすのは落とした。クシャです。クシャです。でもしかかたのです。もふもふです。映ってる。もふもふです。クシャさん、でもしでもしかかたのでしょ。真っ白ケーキだね。クッションに見える。これクッションだよ。これクッションに見えるね。
ラブラブ。カップ冷蔵。ああ。寝とこありがとう。ひのさん、ありがとう。するね。グヒ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 よだれる。わあ、かわいい。わあ、わあ。すいません。なんか記憶が記憶が今何してたかな、ひな。今何してたかな。リトさんありがとう。おばちゃんありがとう。危ない。ちょっ、ありがとう。ズリズリって落ちてしまったの。危ないよ。危ないよ。怖かった。よしよし。よしよし。大丈夫だよ。怖かったね。また登る。あー、埋まってるよ、顔が。あー、また登った。守ってあげるからね。守りたいな。あらないよ。おらないで。満足したらしいよ。絶対 目にくじゅうがいる。なんかね、薬が入ったな。考えすぎる。いつもあんな感じで遊んでおります。そう、危ないんだよ。ちょっと充電がなくなってきた。じゃあ、歌に戻るか。花は誰のものです。もしこの世界から望遠鏡が消えたら、争うことなんかなくなるのに。ずっと咲いて
美しい、あなたは変わらず美しい。奪おうとすれば愛は歪って踏みにじられる。もしこの世界から東京が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうしてなんのため、線を引くのだろう。そうだった一つの地球の上、ララ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 ラ。生まれた大地がどこであることも、日は沈みまた昇る。希望はいつでも僕らの頭上に平等注ぐ。日向も日陰も儚く、誰の物か決められないだろう。笑顔涙も独り占めなんかできないよ。もしこの世界から東京が消えたら、多分困る人がいるんだろうな。光線のここから入ってくるんだよと、勝手に旗を立て風に包むだけ。数えきれないくらいの花が一面に咲いていれば、みんなの足元がどこなんて気づかない。幸せを分けてあげよう。世界から東京が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう。そうたった一つの地球の上、もしこの世界から東京が消えたら、争うことなんかなくなるのに。見えない線ばかり手に引いたって、僕たちは自由を諦めない。美しいその花ずっと守りたいよ。ララ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 ラ愛みんなもラララララララ歌っちゃうよね。うん、じゃあ一回充電タイムを入るから、これで最後でしょ。あ、ザッキーさん、どうもありがとう。さあ、ネタネタチよ、頑張れ。期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにもできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉、これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。不気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物だけど、変わってみたくなる。そう、これをきっかけに行け。ああ、ヘタレたちよ、心で一丁走ってみないか。さあ、一度くらい
何がなんだかわからない、今は本気出せ、10秒だけやってみるか、何年かぶりに全力で、最高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 気持ちいい自分に頑張れ。必死なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ、僕も適当に。誰もそれぞれだろう、汗をいっぱいかいてるやつとか、肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う、順位は競わないよ、ただゴールを目指そう、進め。ああ落ち込まれよ、昔のまま生きててもいいけど、そう、ライブだ。ありがとう。お、それをやる気不祥ができた。しなけてるだけじゃ逃げられない、それでも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 腰を上げて、せーの、頑張れ頑張れ、はい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 、本当にゆきちゃんありがとうね。クッションつなげてもろっていいですか、充電器取ってくるんで。抜けない、抜けない、いっちゃん、こっち来たの。
おいちょママについていくでしょすぐついてくるけね。あまちゃんです、うちの子は。ちょっ、ありがとう。以上。クッシャで湧きそうなった確かにクッシャ可愛すぎるからな。普通スカート履いてる下普通逆じゃないってところだよね。普通上がなんか可愛くて下がジャージみたいな感じなんですけど、またしかも上が可愛くないパーカーで下がスカートっていう逆バージョンを行っております。今日は アプリゲームをやっていこうと思います何着ても可愛い、ありがとうございます。今入れるんかーい、今アプリ入れるんかーい。こっちも気になるな。まあいいか。ちゃうかね。来た来た来た。なんでしょう。前回はですね。じゃじゃーん。お絵かき心理テスト。なんだかなんだかなー、どうやっていきたいと思います。じゃ、ありがとう。セブンです。しかもお絵かき心理テスト7。あ、キラキラ、ありがとう。まあなんでセブンかと言いますと、やっぱ瀬戸内七軒を拠点にしてるアイドルだからでございます。はい。まさかの、ちょ、ありがとう。そんな理由だった。あー、クッシャンに触られた。人気シリーズ、そう、これね、心理テストの中でも結構人気のシリーズらしくてね、まあ、それだったらやりたいな、みたいなところで。まあ、ちょっと BGM もヘタレタチを流しながらやろうか。よいしょ。そして触らないでもらっていいですかね、充電器を。はい、じゃあね、
8問目からいきたいと思います。ここに未来までの階段を書いて。どうしようかな、どうやって書こうかな。これタッチペンシルどこ行った。自由な配信になっちゃった完全に。これこれでいきます。あなたの性格が分かりましたそうです。なんだろう、3段以上失敗を恐れる性格、3段未満当たって砕けられた。1,2,3,4,5,6,7,8 段失敗を恐れて生きてる私。あ、ちょっと次行こうか。ぐちゃが落ちる、気をつけてねぐちゃね。そう、え、でもこれ多くない？さすがに3段で書く人いるの？って思うんだけど。まあまあまあ、椅子場所を叩いて割る人間で人間ってことですね。めっちゃ慎重や。続いてタイムマシンを手に入れたよ、いつの時代に行く。こういう感じ、あなたがなんとか祭のとこに行くみたいな。あんまり未来を知るのは楽しみがなくなっちゃうから。おお、どうしたの、かわいい。気をつけるのよ本当に。ひなが生まれた時が見てみたいかも。0歳の時代にしよう。あなたのハートの強さが分かりました。はい、結果を見ましょう。今より若い年齢で書いた人ほどガラスのハートで傷つきやすい。すごく傷つきやすい。やっぱりひなちゃんガラスのハート、ガラスのアイラビューだからすぐ割れる。本当にすぐ割れちゃうの。合ってます。今より上の年齢で書いた人ほど忍耐力が強いみたいですよ。ちょっと今危なかったね危なかったよ今ちょっとね。下にさハートのぬいぐるみはあるけれども危ないですから。
元気いっぱいですよ、うちの子は。うわ大ジャンプで降りていきましたけど。だいぶ普通にガラスだった綺麗に行ってしまった。いや、本当に忍耐力ね、頑張って待ちましょう。お、好きなだけ丸描いてってきた。こういう時はもう丸を描きまくるよ。丸を描きました。はい。数ではなく形が大事だそうです。綺麗な丸が多い、褒められて伸びるタイプ、雑な丸が多い、失敗から学ぶタイプ。これどっちだろう。綺麗な丸は多くないか。どっちだろう。雑な丸の方が多いかな。これどっちだ、私。どっちだと思う？どっちもかな確かに。でも若干確かに雑の方が多い。失敗から学ぶタイプっていうこと。まあでも、褒めても伸びるよっていう。ありがとう。ところもちょっとありようっていう感じかな。よし。狼の好きなだけ囲ってみて、楽しい丸は一つだけ。こんな感じ。狼がいます。好きなだけ囲うの？でも、あ、狼ちょっと怖いから、この真ん中にいる子だけゲットしたいなと思います。空気の読み方がわかります。3匹以下、デリカシーゼロ。私デリカシーゼロの人間だったらしい。辛い辛い、そんなことないと思って生きてきた。全部囲ってしまった。全部は気を使ってばかりらしいです。これ嘘だよ。うん、ひかちゃんのデリカシーゼロなわけないじゃないか。あの、狼をいっぱい捕まえるの怖いなと思って一匹にしたんですよ、私は。そう、まあ、これ嘘だから。そう。続いて、この木にどれくらい雪が積もったか書いて。雪が積もったか書いて。でもこの木すごいさ、なだらかすぎて積もる部分がなんかちょっとしかないんだけど、ひなの中で積もってる部分が。だってこんなとこ積もるみたいな。この辺も積もるから。この辺は積もりそう。なんか女の子に見えてきた。はい、あなたの露出願望がわかります。
こんもり山盛りに積もった雪を変えた人ほど胸元や筋肉などの肌を見せたがるタイプです。あーもう私いい感じ、やっぱ青春派アイドルは違うな。違うな、青春派アイドルだからやっぱ違うな。回答がな。続いて、合ってる、これ合ってるわやっぱり。全く新しい楽器が発明された。さて使うとどんな音が出る。こんな感じ。ねえかゆう、くしゅげ、どうしよう。楽器でしょ、だから音楽に欲しい音でしょ。音楽で欲しい音なんだろう。ペンペン。ペンペン。ペンペンってなる楽器なくない？あ、三味線、三味線は多分ベンベンだよ。ペンペンみたいな。ない気がする。この音はあなたの、あなたが嬉しいと思った時に心の中で叫ぶ声です。めっちゃかわいい、めっちゃかわいい答えになってしまった。廃墟を探索していたら何かに遭遇した。一体何と遭遇した。これは程度の忙しくないフェイカルキネさん、いとこありがとう。あなたの心が満たされない理由がわかります。だってなんだろう。幽霊、過去に縛られている。動物、強い絆や愛を欲している。合っているわ。さすがに合ってる。これはやっぱ絆と愛なんですよ、この世界に大事なものは。私は絆と愛が欲しい、いつだって。そう、愛欲してた。あの愛は欲しがり、いつだって独占欲強めで生きてます。愛に飢えて生きておりますよ。たくさんの愛募集中ですよ。続いて、このライオン、どのくらいの広さの檻に入っている。まあでもライオンは動物園で見ても結構
こんな感じ。ライオン見えこまってしまった。でもこんな感じ、うん、透明ガラスでよかった。檻の広さは自制心の強さ。牛乳に狭い檻を変えた人ほど自分の感情を制御できないタイプです。ザヒナとっても制御できる。当たり前だよ。あ、おばちゃん、伊藤もありがとう。ひなちゃんやっぱチームの気持ちを抑えてますか。抑えて、ちゃんとデリカシーゼロではないですか。なんかさっきはデリカシーゼロって言われたんですけど、制御してます。あ、いとこありがとう。お手本の坂道グループ、これひめさん、いとこありがとう。そう、ちゃんとね、心を強く持ってます。続いて、蝶々を描いてみて。まあ、花に止まっている子がいて、何匹かこう鼻に蜜を吸ってる子がいて、感じかな。これ結構いっぱい描いた。可愛い子、蝶々好きなんだね。当初の目標の300人はもうちょっとで行きそう。本当だね、50万ポイントいけるぞって言われた。50万ポイントもありがとうございます。たくさんのリトポもありがとうございます。チュありがとう。あなたの今の気持ちがわかります。蝶々を3匹以上飼えた人は心に疲れが出ています。リフレッシュしましょう。なんてこった。1、2、3、4、5、6、7、8、心の病。見なかったことにしよう。心配される。大丈夫だよ、大丈夫だよ。はい、続いていきます。冷蔵庫にジュース発見。さてこれは誰のもの。ジュースだって。誰だろうね。こういうタイプのジュースを飲む人
人おらんな、家族に。うん、パパにしようかな。よし。この人はキュン。あ、CM の後でになっちゃった。お、いとこありがとう、マッキーさん。そう、あんま家にこういう紙タイプのなんかジュース飲む人おらんけど、まあ、家で一番ジュース飲む人はパパかなと思って。はい、CM終わった。あなたがひそかにあなたがひそかにかわいいな。もう面白すぎるやろ。思ってないわ。笑った。ポンポさん。ピトコ、ありがとう。思ってないわ。チュマ、ありがとう。10時回りました。いなちゃん、おめでとう。本当の12時、あと1時間やりますからね。思わぬ瞬間、本当だよ、思わぬ展開でこの0時を迎え終わった。はい、続いていきましょう。あなたは魚を釣りました。どんな魚を釣った？なんだろう。でもこれめっちゃ上に上げてるからなんか大きい魚釣ってそう。ホテトの坂道やるって行こう。池江さん、リトコありがとう。はい、デカフグポヨンポヨンのフグ、ポヨンポヨンだよ。あなたの視界に見える現実が分かります。どういうことだ。小さい魚が現実に使えてる。普通の魚が現実を見て生きてる。巨大な魚が夢見がちお花畑の、あー夢見がちお花畑のだな。うん、そう、やっぱお花がポポポポ咲いてますから、私フグうまい、嬉しい。メルヘンピオちゃん、そうです、メルヘンのピオちゃんでございます。そう、お花畑のお日の畑が続いて、怪我をした人がいます。どこを怪我してる？どこだろうな。ひながよく怪我するのは膝なので、この辺しかも 両膝同じところよく怪我するんですよ。ただなんかダンスの振り付けで膝ついてる時にガンって下に下ろしたりしてるから、ここめっちゃよく怪我するんよ、ひな。
なのでここかなと思いますね。うん、みんなは右手左手右手左手ね、同じ。続いていきましょう。あなたの眠れる本能がわかります。閲覧注意って書いてある。確かに、うん、言わないでおこうかなって言って。あ、本当だ、リトンありがとう。まあでも、まあ、深夜だからね、許されるかも。うん、深夜だから、これ誰も見てないと思うから、いっか、絶対もいっか。なんか頭や心臓など急所に怪我をつけた人はド M の本能が眠っていますということで。なるほど。まあ、はい、そういうことみたいです。もしね、こう、ひなちゃんと一緒にこう、心理テストやってて、あ、僕だ、私だって思った方はもう、そういうことで。そう、ひな、別に急所じゃないから。そう、続いてこさん、ケーキを書いて。ケーキか、うん、これだな。なんか、下手くそ。ケーキ下手くそ。まあ、カウントのポジションがわかります。段数のある形を通信でいない。何かが乗っている。割と引き立て役。その他の形、一人が楽。何かが乗ってるかな、いちごのセパリ、ケチョコンのやつなんか乗せたから。私はさ、割と引き立て役という。そうです。やっぱりね、自分の自分がじゃね、申し訳ないからね。ネクちゃん。おお、二段階してしまった。やっぱ欲張りですね。そう、クッシャに仕事取られない。確かに、そろそろ配信主がクッシャになるかもしれない。続いて。爆弾の導火線に火が、どこから切って止める？え？すぐにでも止めるよ。ここで切る。ここで切ります。すぐに。やっぱ止めますね。危ないですか？おばちゃん、いとこ、ありがとう。
出ちゃダメだよ、ダメだよ。よいしょ。これはすぐ食べたいね。どこを切ったかね。あなたが地球を救う時の思考がわかります。爆弾の近く、地球を救うためなら多少の犠牲を問わないタイプ。火の近く、自分の命と引き換え地球を救うタイプ。もうヒーローじゃん。もうここで止めてみます。ヒーローだよ。まあでも自分の命でどうにかなるなら私は地球を救う方を選びますね。もう普通に。そう、やっぱ裏でプリキュアやってるんで。そう、めっちゃかっこいいやん。もうすぐ救いますね。よろしくお願いします。続いて、冷たい飲み物を買ってきてと友人に言ったら全然違うものが、その飲み物はどれだと思う？あら、おしるこかコーンポタージュか味噌汁かココアか。冷たい飲み物を買ってきてって言ううちに行って、今が全然違うものが来た。何、なんだろう、みんな何選ぶ？おしるこ？味噌汁？そう、ひよちゃん可愛いのよねって思わない。ひよちゃんが持ってきたってこと。オロナミン C は書いてないでございます。おしるこがコンポタージュか味噌汁かココア。なんだ、でもなんかおしるこなんか感じがする。あれ、はい、おしるこにします。あなたがイラッとするキャラがわかります。あなたがイラッとする人、おしるこ、でもでも、ん？でもでも伊達、君？でもでも伊達くんか、でもでも伊達くん、これかな。でも、いやでも、いやだってっていうこと？あ、でも確かに。確かに。うん。ずっとでもでも言われるのはちょっと。ひなすぐ心折れちゃうんだけど。あ、そっか。あ、ってすぐなっちゃう。けど多分そういうことだよね。あ、でも確かに。これちょっと甘いんだよね。うん。確かに合ってるかも。うん、コンポタが見栄っ張りな人で、味噌汁が理屈っぽい人で、ココアがわざとらしい天然らしいでございます。待ってましたかね。おお、クジャタン、クジャタン、すごい逃げられた。かわいいね。うん、もちろんだ。あら、リュウジンありがとう。クスタもありがとうわ。スプシさんありがとう。
今日はずっと外に出てるね。危ないよ。気をつけてよ。よし、続いて竜に乗って空を飛びました。どのくらいの高さまで飛んだ？印をつけて。あ、そういうことか。こんな感じで今回ってて、こっちに印つけたら多分高いってこと。でも宇宙まではちょっと行かないかな。この雲ぐらいかな。この辺。わっ、クッション倒された。クッション倒すな。クッション倒す。クッションで囲すぞ。クッションのロゴ。上からクッション散る。そうそう、ダメだよ。はい、ここ。あなたの成長の仕方がわかります。高いほど環境で成長するタイプ、低いほど努力で成長するタイプ。お、これはもう高いが大きさ、環境で成長するタイプみたいです。診断によると、環境。まあでも確かにこのアイドル界という中でたくさん成長してきたから合っていると思いますね、きっと。環境は大事。そうだよ、環境は大事だよ。みんなはどんな環境でいるかい生きてるかい。そう、切磋琢磨してる。そうだよ、なんかこうやっぱ競うことが多いからね。なんだかんだ来たこと多いですからね。そう、岩田家のいい環境、確かにお家のその環境とかもね、あるからね。1、どうも。あ、リトポン、ありがとう。あきらさん、ありがとう。充電されていないことに気づいた。はり、はり、はりはり。はり。
じだ。全然それないんだけど。壊れたかも。壊れたかもこれ。どうしたん？充電器がぶっ壊れた。どうしよう。なんてこったい、パンナコタイだよ。なんてこったかなことだよ、これは。星さん、どうしようね。これはいダメだし、40ぐらいもあるので多分いけるさ。あきたりとぽ、ありがとう、ありがとうじゃる。わあ、もうちょっとあさびこにいた。嬉しい。クッションやってきた。嬉しい、ありがとう。2300人ありがとうございます。なんか充電器が充電が入らなくなってしまって楽しいぞーってなってるんですけど、本当に監視道っていうの本当になってるんですけど、多分0時までできると思いますね、きっとできるよね。くっちゃん、くっちゃんの応援もあるのできっとできると信じて、そう、なんだか微妙なできるのかできないのか微妙なところと思いますけれども、あと30分なのできっとできると信じていきたいなと思います。これをもう刺しておく意味がなくなったので外します。
小学生は夜更かしたしね、こんなにずっと遊んでいるのは夜更かしですね。おばちゃん、ゆとこありがとう、ありがとうございます。よいしょ。なんか寂しいのでイヤホンさしました。うん、寂しいな。どうして充電器が壊れてしまったんだろう。あんなに一緒にいろんなところに行って、いろんなところで充電をさせてきたのに、今日ついに壊れてしまいました。こんな時もあるよね。辛いよ。この時でも みんながいるから元気でいられる。すごい音量が。ピアノ。よし。私のこのタブレットにはピアノがあるんだ。それでは聴いてください。猫踏んじゃった。ひき肉は、ひき肉や、おい、よし、もう一回聴いてください。食べてない、食べてない。
なんだこのピアノは。世界で一番弾きにくいぞ。おい。この細さ。私の指はこれ。もっといいピアノアプリをダウンロードせんかったのか。ピアノ鍵盤リアル。今のはなかったんでしょ。なんかすごいちっちゃかった。ピアノ鍵盤リアルっていうアプリにしよう。こっちで。ピアノ弾くわ。お金がかかる。お金がかかる。違う。ピアノ風も iPhone ならいけるかな。お金かからないかな。君は。ピアノ、キーボード、楽器。ちょっと怪しい。おー、広告が。お、弾きやすいし、音がいい音。少ないな。なんか、え、ここまでしかないの？ E4 から E6 しかないよ。本当に？あ、ある、ある、あった。続きあった。ここだな。よし。それでは聴いてください。レコ踏んじゃった。弾きにくいわ。横、あ、なるほど、横画面にしたらいいんだ。はい、それでは聴いてください。レコ踏んじゃった。違うか。落ち！消せないんだ。ね。言いづらいな。たらたらやりやす。
最後は消えた、最後は消えました。こんなちっちゃい中でできる曲がないね。ふきさん、ひとぽんありがとうね。突然のピアノのコーナー、うんうん、ちょっとピアノをやっていたところはあるんですけれども、さすがにスマホで iPad か iPad で鍵盤するっていうのはないです。なのでよくできた方だなそう思いますね。小学生の頃みんなが習ったような曲しか弾けないこの少なさほら、小学校の頃何習ったんだろう。大きなノッポのフルド系とかかな。あ、ウッシャンが来た。え、なんだ、デジョボじゃないんかい。ピアニカ、そう、ピアニカでやってた。懐かしい。懐かしい、懐かしいね。ねえ、クッシャン懐かしいね。クッシャン毛がすごく抜けてるよ、大丈夫？毛がいっぱい抜けてる、どうしたの？こんなに毛が抜けちゃって感冒来たね。
ありがとう。なんか突然のピアノの会が始まったけれども。私、あれ弾けるんですよ。オーディションの時に歌った曲なんですけど、AKB さんのキラキラありがとう。最後のドアっていう曲をね、歌ったんですよ。オーディションの時に STU の。お待たせとこありがとう。そう、その曲好きでね、弾けるんですけど、これはちょっと足りないんですけど。ちょっと足りないんですけど。両手で弾けないのは足りないんですけど。そう。反応しない。両手で弾けないね。こっちの両手も弾けないし、こっちの、なんていうの、2本指でも弾けない。諦めよう。ね。披露を断念。まだ覚えてる。そう、まだ覚えてる。5年経ったのに。確かに。あ、ゆみさん、いとこありがとう。グランドピアノでリリースするか。ありがとうねー。では、ちょっとカラオケの会に戻るか。STU の曲がいい、それとも、なんか、アーティストさんの別の子、いつも歌えないアーティストさんの曲がいいか。それか、いとも、ありがとう。ありがとうございます。どっちがいい？時間ないし、STU がいい。時間。44分やないかーみたいなね。確かにだね。それは確かにだ。ヒータン、レトポありがとう。もうこの時間、それの楽しい時間、あっという間ね、あっという間。ポンパさん、いとこありがとう。じゃあ、片思いの入り口にします。おう、彼女はそこにいるのか、片思いの入り口。
ストフォンありがとう。どうする様子がわからない、荒くなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことだ、気のせいか声が聞こえたような、いつだって彼女探そうとして、そばにいるとどんどん街でも離れた分かりになってる、恋の喉がさ、みんなの大好きな曲を歌おう、ラスト。夢力出そうぜ、全力でいこうぜ。マンパヒラキさん、デトッポありがとう。人生なんてどこまでも坂道ばかりで、真面目に生きるのが嫌になってくる。走り出したあの頃は平坦な道だったから、疲れなんて感じずに先を急いでたよ。かつきさん、いつもありがとう。周りに合わせるように休む理由どこかで探してるんだ。夢力出そうぜ、
だってお預けにされて、自分の満足はどこに置いてきた。知らぬうちに決められたゴールに向かってた。幸せ感じる場所にたどり着けるのかな。経験積んで近道とか分かってくる。それでも愚直なことに脇目振らず、まっすぐ進むしかない。そこしかない、よろしく。あ、あんリソコンやばん。最後まで走るぜ。どこからか力がみなぎる。僕らはここからがすごいぞ。何度ももうダメだと立ち止まってしまったんだろう。その度にもう一度思い出してきたんだ。あの夢を夢力出そうぜ。汗かいてくんだね。2300人って言ってて2500人行けたらいいねって言ってたのはちょっとまあってところはありますか。まあ夜遅くだったのにね、こんなにもたくさんの人にファンになっていただいて嬉しいです。あら、クッションもやってきた。ドリンさん、リッポンありがとう。ありがとうございます。54分か。なんか流しよう。一人ごとをどれだけ
たいと思います。30位ミクさん、29位ヒワ先輩、28位トーマさん、27位スーさん、26位ポーちゃん、25位セナさん、24位なめなめ師匠さん、23位ヒロさん、22位カズキさん、21位瀬戸裕太郎さん、20位アンシさん、19位タマキさん、18位レイブンさん、17位ヘラツグさん、16位アッキーさん、15位アリシオさん、14位ユミさん、13位ライトコールさん、12位アキラ、コジルシ、ヒナタンさん、あ、ヤタクシーさん、リトポン、ありがとう。11位リオさん、10位スケさん、9位ドリーさん、8位ソウルメイトさん、7位ケインチさん、6位セトシさん、5位ポンタさん、4位ホテさんの探しグループイコールユエさん、3位がヒーさん、2位がポンタヒラウキさん、そして1位がドロロパパーンおばちゃんでした。はい、ということで皆さん、今日はなんとなんとなんと、まあ、1時まで夜の遅くの遅くまでありがとうございました。ですね、この例のイベントは明日までということで、理屈配信も明日までとなります。本当に、まあ、明日ね、まあ、たくさんお話しすると思うんですけれども、いっぱい応援してくれてありがとうございます。そう、まあ、よかったらね、見に来てくださいはい、明日はね、皆さんのこと応援してますので、土曜日だけど、お仕事とか学校とかある人、みんな生きてるだけで偉いはい、頑張ってください。それでは、いい夢を見てくださいね。あ、そう、本当にいとこもね、本当にたくさんでありがとうございます。そう、あーあ、惜しい、428人、惜しい、もう実質500人、500人達成ということでまあ2300人かなと思ったの、ひなも増えるのが今日なのに、こんな夜の遅くの遅くなのにたくさんねファンをね、皆さんのおかげで増やしてくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ではまた明日、理屈配信ラストでお会いしましょう。最後まで応援しててね。では皆さん、今日も一日お付き合いでした。あ、Twitter とか Instagram とか TikTok もフォローしてね。ではおやすみいい夢見てね。